JR 西日本の一部路線に有料着席サービスが導入されます。JR 西日本は昨日24日、関西本線、大阪東線の快速列車に有料座席サービス、快速嬉しいとを導入すると発表しました。有料座席サービスは大和地線の区間快速と大阪東線に直通する直通快速に設定されます。 221系8両編成のうち、最後尾の1号車後ろ寄りが有料の車両エリアとなります。20席が有料の指定席です。区間快速、直通快速とも、平日朝に運転する大阪方面の列車が対象です。区間快速は、鴨から天皇時間が対象で、直通先の大阪環状線では、継続して着席可能です。 直通快速では、奈良から大阪間の全区間が対象となります。料金は、全区間一律で通常期530円、換算期330円です。ネット予約サービスを使ったものもあります。JR 西日本では、2019年より、京都線、神戸線などの新快速列車へ有料座席サービス、A シートを導入しています。A シートは、 リクライニングシートを設置した改造車両ですが、今後導入される快速売れシートは、既存の転換クロスシートのままのサービスとなります。関西本線、大阪東線の快速売れシートは、今年10月23日にサービス提供を開始する予定です。これで8月25日の KAB ムービーズを終わります。